わーだよ、始まりました。マーケチャンネルです。今回はですね、トイックの前日と当日の過ごし方について話そうかなと思います。特にまあ当日の場合っていうのはですね、気をつけなきゃいけないことがあったりするので、ぜひですね、そこら辺をチェックしてもらえればなと思います。あとはまあトイックだけじゃなくて資格試験を受ける人とか、大学入試とかですね、受ける人にも役立つと思いますので、ちょっと聞いてもらえればなと思います。まずですね、前日の過ごし方ですけども、いつも言うんです。自分の限られた時間の中で何ができるかですね、そして自分のレベルはどういったものなのかっていうのによって変わってきます。どういうことかっていうと、まあまずどんな状況でも単語はやってほしいですね。もし覚えてない単語っていうのがたくさんあるんだったら、知らない単語は聞こえないですし、知らない単語は見ても読めないですね。だから単語力を上げるっていうのが、一番重要です。そして単語帳であったらね、電車の中とか、いろんなところでできますので、時間が限られている、スペースが限られている中でもできるので、ぜひぜひ単語っていうのを一番重視してもらいたいなと思います。で、まあ、前日に、模試をやるとかっていう人もいると思いますが、まあ、2時間取って、さらにその復習のね、1時間とか、取れる人っていうのは少ないと思うので、まあ、絶対やるべきだとは言いません。まあ、ただ、出題形式を知らない人ですね。形式を知らない人は必ず知っていってください。そして、時間配分ですね、リーディングパートの、そこを確認していくっていうことを言われますね。パート5っていうのは、1問20秒平均で解きましょうとか、パート6っていうのは、1問30秒平均で解きましょう、パート7というのは1問1分平均で解きましょうってやつです。で、これでどれぐらい時間がですね足りないのかっていうのを、模試をやるんだったら確認しておいてくださいね。だそれぞれパート5でどれだけ時間かかりました、パート6でどれだけ時間かかりましたっていうのをちゃんとメモっておくことが大事だと思いますね。続いてですね、設問のパターンをちゃんと覚えていってください。これ知らない人ですね。トイックいっぱい受けてる人っていうのは設問ってあんまり変わんないので、トイックっていうのはですね、なのでもう覚えちゃってるんですよ。だパート3、4、7っていうのは同じ設問がいっぱい出てくるので、それをいちいち本番で読んでちゃダメです。読んでるんじゃなくて、もうその設問は知ってる状況で受けてください、ね、これがとっても重要です。特にリスニングっていうのはですね、先に読んどかなきゃいけないので、設問選択肢を。もし設問をいちいち読んで理解していたら、時間が本当に足らなくなってしまうので、ぜひですね、ちゃんと設問を覚えておいて、まあ自分の単語帳の後ろの方にもまとめてありますけど、どういった設問が出るのっていうのを知っておいてください。パート7でもそうですよね。パート7って一番時間が足りないっていうところですけど、そんなところで、設問を読んでいては本当にダメです。はい。必ず設問を覚えていってください。本、参考書持ってないですとかっていう人ですね、公式問題集でもいいですし、ネット上でもいいですから、そういうのを確認することをお勧めします。はい。続いてですね、文法ですね。文法に関しては、語形問題ですね。品詞語形っていうのを解けるようにしておいてください。これができる人はいいですけど、できない人ですね。必ずどういう設備字ですね。設備字っていうのが ITY とか ION だったらこれ名詞になるとかですね。そういうどういった品詞になるのか。そして、どの品詞がどこの位置に置かれるか分のですね。これを確実に確認していってください。で、他にもまだやる時間があるよっていうんだったら、パート2ってやつですね。応答問題です。非常に難しくなっているパートですけど、ここを、やっておくことをお勧めします。ここってですね、同じパターンがすごくたくさん出題されるんですよ。しかし、すごく難しいパートなので、ですね、そのパターンを知らないと解けないっていうものがたくさんありますので、もう本当に同じような問題が何度も何度も出題されるパートですので、パターンとかっていうのをきちんと知っておいてください。ね、まあ自分のパート1、2特許とかもありますけど、はい、それじゃなくても全然いいですから、それを確認していくっていうのが大事です。で、ここまでが、勉強として、絶対にまずやっておいてほしいなってやつです。で、優先順位つけてくださいね。自分ができないところをちゃんと知っておいて、そこをやっておくようにしてください。本番に向けての準備をしておくわけですけど、荷物ですね、準備しておいてください。本当に当日やる人多いんですよ、荷物の準備ですね。はい、私ですね。はい。いつも当日に鉛筆を買ってますからね。これじゃダメです。ね、必ず、鉛筆、消しゴムですね。はい、準備しておいてください。ね、でさらには、受験票ですね。忘れないでください。そこに写真貼っておいてくださいね。これも、前日じゃなくて当日やってる票がすごく多いですね。自分の身分証明書ですね。住民基本台帳カードでしたっけ、とか、免許証とか、学生証とか、パスポートとかですかね。2020年から社員証ダメになるんですよね、確かね。はい。
で、写真ついてる、身分証明書を必ず準備しておいてください。で、免許ね、切れちゃってるとかもダメですので、切れてない免許ですね、を用意してください。これないともう受けられなくなっちゃいますからね、証明書ね。はい、必ず準備してください。で、あとのやつは受験票とかは、まあ忘れても最悪大丈夫ですので、会場に行きさえすれば、臨時の受験票みたいなのくれるので、安心してください。で、鉛筆も貸してくれますから。はい。なので、一番重要なのは身分証です。とにかく身分証を忘れないっていうのが大事です。あとはそうですね、受験票届いてない人ですね。金曜日までにですね、なるべく電話をしておいてください、ね。この、IIBC っていうですね、国際ビジネスコミュニケーションズ協会に連絡してください。今回は私届かなかったので、電話しました。まあもしかしたら、どっか広告とかいっぱい入ってる中にですね、紛れちゃってて捨てちゃったのかもしれないんですけど、来てないので、なので先ほど電話しました。で、大丈夫です。受験番号を聞いて、受験地さえ聞いていれば、それで受けられますので、はい、安心してください。そしていよいよ当日ですね。はい、当日どうやって過ごしていくのかっていうわけなんですが、朝起きる時間ですよね。大きく分ける2パターンあると思いますね。早起きできる人は早く起きた方がいいですね。早起きできない人は無理に起きる必要はないと思いますね。試験は午後1時からですから、別に早起きする必要はないわけです。まあ受験地がものすごく遠いっていう人は起きなきゃいけないかもしれないですけど、そんなに早起きは必要ないです。なので、2パターンにとめます。早起きできる人は朝早く起きて早めの朝食をとりますね。で、11時ぐらいですね。そこで、早めの昼食をとります。で、それに対して朝起きれない人っていうのは、まあ別に、9時とかに起きていいと思うんですけど、そこで10時とか11時とかですね、そこでブランチを取るっていう形になると思いますね。で、自分自身は後者です。起きれませんので。で、別にご飯食べなくても全然大丈夫は大丈夫な人間なので、まあ9時半とかにですね、起きて、会場が近い場合は11時ぐらいに食べて、会場が遠い場合だったら、11時よりちょっと前に食べるっていう感じですね。11時45分から、12時半がこの受付期間になるんですけども、その受付の時間内に行かないといけないわけですが、まあこれもちょっとぐらい遅れても大丈夫ですよ。12時半ちょっと過ぎても、別に入れます。はい。ちゃんとやってくれます。音声流してる間入れないんですけど、その後音声終わってから入れたりとかっていうのもしますので、諦めずに受験会場にちゃんと行ってください。で、前はね、受験会場間違えても大丈夫だったんですけど、ちょっとダメっぽいですね、最近は。そういう情報も来てます。早く行ってリラックスしてなんかもう勉強してろっていう人もいるんですけど、遅すぎるのは良くないと思います。当日のですね、まあ、天候によったりとか、いろいろ電車止まったりすることもありますから、まあ、早めに出ることはお勧めします。あとは、運行状況ですね。ちゃんと電車動いてるかっていうのをチェックするっていうのは、とっても大事だと思いますね。で、何が、早く行くときに厄介になるかっていうとですね、これ、天候と気温ですね。この二つが、早く行くことのもしかしたらデメリットになる可能性があるんですよ。で、11時45分前にもう行ってなさいとか、1時間前に行けとかっていう人もいますけど、それ空いてなかったらどうするんだって話なんですよ。まあ東京だったらね、カフェとかあって時間潰せると思うんですけど、周りに何もないとかで建物内に入れないとかって言って外で待ってなきゃいけないってなった場合に、雨ザーザーだったら無理ですよね。そんな立って待ってたらびしょ濡れになっちゃいますし、めっちゃ寒いとかね、極寒であるって言ったら風邪ひいちゃいますからね、受験する前に。で、でこれは他の試験にも言えることなんですよ。大学受験とか高校受験でもこれ経験する人いっぱいいますね。夏だってそうですよね。暑すぎて汗だくになっちゃうですね。熱中症とかありますので、入れる会場だったらいいですけど、先に入れない会場だった場合は外で待つことになりますので気をつけてください。で、まあね、大学とかだったら入れることが多いんですよ、ね、建物内入れたりとか、まあ、外のなんかベンチみたいなのがあって大丈夫だってことあるんですけど、高校とかね、中学だと入れないことが多いので、なので気をつけてください。12時35分から入れなくなります。しまわなきゃいけなくなりますね。で、12時35分まではもうあがいてればいいです。まあ先生とかによっては大学受験もそうですけど、何もするなとかですね、当日何もするな、自分を信じろとかですね、前日何もするなとかっていう人もいるんですけど、いや自分自身はあがけと思ってますから、もうできる限りギリまでやった方がいいと思っている人間なので、まあ単語帳でもいいですし、ね、まあなんか音声聞いて慣れるっていうのがいいって人もいる。まあナレーターとなるべく同じ、音声が聞きたいから、公式問題集ですね、新しいやつですね、新しいやつを、なるべく聞いておく。ただし慣れた
同じとは限りませんからね、気をつけてください。では一応30分より前に行っといてください、12時半より前に行っといてくださいって言われるんですけど、別にこの時間でも行くことは行けるんですよ。席の交換とかはその音声の後にできるんで言った方がいいです。結構言えない人多いですけど、ちゃんと手を挙げてですね、寒いです、暑いです、机ガタガタですとか、音声聞こえません、もっと前にしてほしいですとかですね、狭すぎますとかですね、いろんなパターンありますから、空いてる席あるんですから移動させてくださいですので、席移動は、ちゃんと願い出ることをお勧めします。けどこの開けるやつね、あのテープがついてるので、そのテープが剥がせないっていうですね、うまく切れないので、開始が遅れてしまうっていう人結構いるんですけど、切る必要なんかないです。この辺止まってんですけど、こういう風にね、シールが貼ってあるんですけど、こうやってやって真ん中ぐらいに指入れてこうやってやれば勝手に開きますので、破る必要もないですので、剥がす必要もなければ破る必要もありません。こうやって入れてこうやって開ければそれで OK です。でまあ試験終わったらですね、まあ当然これから受けるっていう人だったら復習するべきですから、はい、ぜひですね、ここのチャンネルの、6時からやってるですね、はい、YouTube のライブを聞いていただいてですね、はい、復習していただければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.